はい、皆さんどうもゆるふわと申します。いつもご覧いただいている方ありがとうございます。初めましての方はよろしくお願いいたします。はい、ということで本日の動画はね、タツノオトシゴ水槽の中の映像にはなるんですけど、タツノオトシゴではなくてね、今映しているノコギリ用紙でもなくって、その下にね、卵があると思うんですけど、わかんない方もいるかな。このね、今これ映してる、これ、卵なんですけど、それの紹介ですね。なんで動画も短いとは思うので、よかったら見てください。はい。で、これ何の卵かっていうと、サメの卵なんですよね。僕はサメね、現在2種類、飼育しているんですけど、その2種類とは別のね、種類で、ヒョウザメと呼ばれる、ちょっとまだ僕も実物見たことがないサメなんですけど、そのヒョウザメの、卵ですね。でも僕の動画をね、結構1年近く前からね、見てくださってる方とかは、ピンとくるかもしれないんですけど、以前ですね、本当に1年くらい前に、同じようにね、このヒョウザメの卵を2個買わせていただいたんですけど、その後ですね、順調に、1個育っていて、1個はね、ある程度ある程度ね、一個は時間が経った時に、もう死んでしまったんですよね。本来はね、こういう風に沈んで、なんか岩とかそういうのの隙間にね、このよくわかんない、なんつったらいいんだろう、これ。なんか二股に分かれてる部分で固定をして、あんまり卵がね、動かないようにみたいな感じで、中に卵黄があってって感じなんですけど、その卵黄がね、形を崩してしまって、殻が浮いてっていう状態の、形になって死んでしまってたんですよね。で、もう一個は順調にね、サメの形がね、見えるような赤ちゃんのね、映像もお見せしたと思うんですけど、その後も順調にね、成長を続けていたんですけど、ちょっと、機材トラブルというか、うちの愛犬がちょっとこう、暴れたりとかした時に、コンセントをちょっと抜いてしまった事件がありまして、もう帰ってきたら、タッちゃんとか含めね、大損害っていうちょっと事件が実はあったんですけど、その時にその順調にね、育っていたサメの卵も全然動かないっていう状態で亡くなってしまっていました。このヒョウザメの卵はね、ちょっと僕も全然ペットショップとかには一切出てこない感じになってるので、機会をいただいたね、美容師さんから購入させていただいているんですけど、時期的にね、なかなか取れないっていうことだったので、ずっと待ってたんですけど、そしたらね、ご連絡いただいて、再度挑戦させていただくことにしました。はい、ということでね、今はまだうちに来たばっかりなので、この中にね、サメの赤ちゃんとかの、影もまだ見えない状態なんですけど、卵黄をしっかりね、きれいな丸い状態ですし、しっかり沈んでますのでね。はい、失礼しました。順調に、生きているということになると思うので、一番うちで環境がいいのかなと。でね、水温24度ほど推奨されてるんですけれども、若干ね、冷たい方がいいんじゃないかっていうお話もあったので、今回ね、2、3度で飼育をしているこのタツノオトシゴの水槽にね、することにしました。はい。じゃあね、またこの子たちの成長記録、動画にねしていれば、動画にねなってくればね、順調に育っているっていうことなので、僕も実際にね、生まれた赤ちゃんとかそういうのも見ていきたいと思ってますのでね、正常な状態を頑張って維持してやっていきたいと思いますので、また次の動画が無事に上がることを祈っててください。はい。それではね、ただただ卵を見つめるだけの、5分くらいの動画なんですけれども、見ていただいてありがとうございました。はい。動きがある動画、次回はお見せできるように頑張りたいと思います。はい。それじゃあ見てくださってありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。じゃあねー。
少ししかねお見せできなかったと思うんですけどね、今このねダルマガレイちゃん、この子がベターっとアクリル面に、ね、結構たまに貼り付いてるんで、毎回動画撮ろうとするんですけど、したらスマホ持ってきてたりとかしてる間にね、大体こういう風になんか身の危険を察知していなくなるっていう感じだったんでね、まあ、ちょっとだと思うんですけど、お見せできてよかったです。はい。